か誰かに腹が立って怒りたくなったらこうしてこうすると怒れなくなっちゃうんじゃないかなと思います。そんな水管輪馬今日作っていただいて本当にありがとうございました。本当はたくさんのね、毎年ここで100年後の君にくくり祭りなんかずっと1回目2回目って、ね、行ったらきっとこの水管輪馬作る人たちがどんどん増えてきて、本当に今日の合唱団も少なかったんだけど、そのうち100人ぐらいがその湖に向かってやれるんじゃないかなと思います。今日の第1回はとりあえずね、こんな形だったけど、でも第1回素晴らしかったな。途中でね、アカペラで歌っていただきました。本当に素敵な声で、そのままそこで動画撮っていて YouTube にそのまま上げたらこれ素晴らしかったと、そんなこと思いました。